もっと切るか。そうそう、膝もう少し折りましょうか。お尻下げて。そう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 、少しいいですね。あ、そう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 、少しいいですね。そうそうそうね、この感じ。そうそう。あ、そうそうそう。そうに、要するに擦ってる音が出る、ちゃんと出るといいです。でもやっぱりこの、まあ、腸腰筋とか腹斜筋とかそういうのをよく使って腰の筋肉、こうした時にただ単にこううんっていっちゃうんじゃなくて腰こう粘る、ね、これまっすぐ立ってると多分こっち下ろすようになります。ちょっとやりましょう。重さをかける。そうですね、これつけちゃって結構きついでしょ。膝少しゆっくり下ろして。そうそうそう。でもう少しプッシュする。ここでプッシュする。最後に放り投げてください。あの噴射する感じ。そうそうそう。そうですね。これちょっとだんだん分かってくると思うんですけど、もう少しのところになります。はい。で、もうちょっとで今度座っていただいて、これでもいいですよ。じゃあ任せよ。で、うん、便利だ。よし。気がする。ここ膝のここちょっと掴みます。で上げます。上に上がってきて床にもっとドンとこうかかとが落ちる。で危なかったら少し下がっていただいてクッションが下にあるかかとが落ちるので結構、ね、迫力っていう体にかかる。そうそう、リズム感の音なので落ちた時にこれこう例えば片足をこのズーンって言いますよね。僕の逆ね、うわ早いね遊んでる、うん、これか構えておかないで言ってことわかりますか。こうやったときにあなたがじゃあやってみて、ちょっと、はい、これも手をこう置いてあるだけでこう足が上がるだけなんですよ。あ、瞬間に上がるので、瞬間に落ちる。あら、命令が予備運動なしなんですよ。ので今考えてって当たってますよね。命令してって当たってますよ。じゃなくて瞬間に、そうそうそう、はい、そう吐けようとしない。これは下げられない。そうそうそう、逆裏入れてきますので、裏っていうのは簡単で、はい、こっちあんま聞かなくていいですか、自分の自由に。はい、どうぞ。待ってもいいですよ、自分で。そう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 。そうそうそう。そう、すごく反射が鍛えられるでしょ。うん。で、まあ、どんなに弱っても反射っていうのはあるわけで、帰りの実験はもう今ではやらないでしょうけど、やりました？なんかどんどん。うん、違う、カエルを解剖してって小学生の時に電極を入れるんですよ。
死んでるんだけど、あ、筋肉に電気を通したら結構ピクってなるわけ。このこうなのかな、カーベラルとかとか、はい、で電気信号なの で電気信号自体のスピードはこれちょあの一つマジックですよで言うんだけど、変わらないわけです。ウサインボルトであろうがね、桐生であろうが私であろうがあなたであろうが電気信号はだってあの 1秒間に地球7回り半っていうスピードですよ。光と同じなので変わんないですよただそれを受容する方がですよね。あとあるいは出し方とかそういうことですね。で瞬間に出せるっていうことがさあのこうあれでずっとやられてんちょっとでしょ遅いですよね。だそういうことをまあちょっとそのギャグとしてまああってもいいんですけど、自分でこう考えて動くってことです。だからそうするとすごくリズム感とかよくなってくる。うん。特にじゃ指とかこう立ててもらって。そうです。あ、そうです。そうですそうです。はい。これで音を立てることが目的じゃないので、むしろ下にこう下向きの感覚。そうですね、これだけのものなんだけど体の何分の1かですよね。重さで跳ね返って自分の中にリズム感としてウヨンってこうウヨンってなるんですよ。ドーンドーン、それをこうハッて、そう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 、はい、で例えばこうやってこうやってきますよね。例えば、まあ、こうやってうまくかとかちょっとやってますちょっとやってみます。よくなりましたね。キープレ。OK OK。はい。今4とか8にその偶数で割った時は非常に良いですね。ずっと奇数が3とか出ます。あ、まあ6は奇数じゃないけど、まあそういうちょっとあれですね。で、そういうふうにこうちょっと自分で考えていくリズムを考えていくと、すごく音の立ち上がりとは良くなるんですよ。うん。そう思ってください。はい。で、ちょっと今日スタッカートやります。
まあ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 結構思い切って上がらないと、はい、あの失敗してもいいのでちょっと丁寧に、はい、まあ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 何が問題だと思いますかね。うーん、なんか上がりきらない感じ。うん、そうね、それでもミニオットレーニングもあるんだけど、当て方がちょっともったいないという感じなんですよ。まままままま探してる時にどっかを探してほしいんですから、どっか広げなきゃいけない、広げた方がいいの。まままままま。まままままま。今良くなりましたよね。3つ目とか、そう、1つ目かな。すごい良かったですね。まま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 ま。3つ目今潰れたの分かりますか。まままま。まま足使って。まあ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 、サカサカタ、まあ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 、うん、これイヤートレーニングですね。これちょっと自分でこうなんか音とかなんか取れるんでしたっけ。ちょっとこう機械っていうかありましたっけ、機能とかありますか。こうやってあの一音でいいので、ね、こうパッと先のパッとね、でもこうまあとかまあまあなかなか難しいんだけど、多少ためないとできないかもね。まままま、ま、そうだね。で、取り方がちょっとだけね、もったいないところがこう、なんだろうな、ま、これそうそう、あ、今よかったです。はい、どう変わりました。今少しこの辺こうやって工夫してもらっていいですか。この辺のバネが欲しいんですけど、こういうところからあの脊柱起立筋ってこう背骨に対してこう両側にありますよね。ここで音程取る、ここで立ち上げる、支えるといいかな。まあ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 、そうです。まあまあ、最後に変わっちゃった。まあ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 、変わってるの分かりますか。圧力をかけたら変わっちゃったの。まあ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 、難しいねこれ。まあまあ、そう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 、近い近い近い。まあ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 、そうそうそう、今よかったですね。そうそう、セグ今ちょっと抜いてるよね。本当はかけて取れるよね。まあ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 みたいな。まあ抜かないとちょっと難しいかもね。はい、そうそう。まあ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 、オッケーオッケー。でこれは和音で弾くので、まあ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 、いいですよね。はい、まあ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 、もうちょっと全身使って少し重心下げる。あ、膝のバネ使う。まあ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 、あ、この辺の人気がすごくいいですね。まあ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 、うん、まあ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 、これなんかコツつかんだ感じ。ラストです。
たいですよね。うん、ちょっと座ってください。そういうふうにちょっとやっぱりあのずっとこう長く歌ってると実はいい加減になりやすいんですよ。瞬間なんですよ、さっき言ったこの反射と同じで、神経の反射と一緒で。だから瞬間に捉えてそれがこう点としてつながれば持続したを考え方いろいろありますよ。ずっとつながったものを切り取るっていう考え方もあるんだけど、今はそうじゃなくて瞬間の立ち上げ、うんね、これはあの、さっき言った筋肉がなくなってても電気で動くのと同じで、なんかそういう一つの暗示です、はい、そしてとっても音程が取れるね。でこう下がってきたり動かなかったりする面があるけど、どっか神経だけは絶対生きてるはず。ここに当たればいいっていうのが快感だから、これいいねっていうふうにそれは覚えてるはずなんですよ、うん、それを擦り込んでいくっておかしいけど掴んでいくっていう感じ。